皆さんはじめまして、大阪府プレイズレポーターのカリスチャペル牧師村上康明です。今回は1月5日6日7日に行われたワーシップリーダーセミナーと8日9日に行われた新年聖会をレポートします。韓国スンチョンから総勢32名、イム・チャンピョ牧師と賛美チームを迎えて、礼拝者を立て上げることを目的としたセミナーと聖会でした。私たちの教会では今年、創世記35章から祭壇を築く礼拝をテーマにしていて、新年早々5日間、主の臨在に満たされ、祭壇を築く礼拝にふさわしいメッセージをしてくださいました。エペソ人への手紙の4章16節、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。この御言葉のように、組み合わされ結び合わされるためには、神様を神様として礼拝を捧げるにふさわしいお方から目を離さないようにしなければなりません。今は特に若者ユースの新しい世代が立ち上がらなければならない時だと感じています。カリスチャペルは開拓から56年を迎えますが、第三世代のための祈りを必要としています。小学生、中学生、高校生、大学生、ユースの人たちが神様のためにもっと情熱を表し、賜物を用いる姿を夢見ています。そのような中で、ブライドワーシップのチームが3ヶ月に一度来てくださり、若い世代が礼拝者として整えられるように励まされています。初めは乗り気でなかったユースも、今では率先してその交わりに参加し、日に日に成長しています。昨年は中高生を中心に20名ほどが韓国スンチョンに行き、本当に恵まれ帰られました。ただ音楽的な技術が高められたり、舞台の上に立つ人に熱狂的になったりするのではなくて、自分自身が礼拝者となる根本的な取り扱いによって教会が祝福されています。ぜひこれからのユースを応援してあげてください。以上、大阪府から村上康明がレポートいたしました。